姫路市の松岡市議が職員に対し威圧的な発言を繰り返していた問題で、今日問題となった音声のデータが公開されました。ああ、逆らいなしたわしもとほとんど逆らうんやさかいにな、言うたら悪いけど、悪い思ったやったら今すぐでも昼一でもいかんかいな、追ってもらえても。今日開かれた百条委員会で公開された音声データは、姫路市の松岡博之市議会議員が建設局の職員を責め立てるなどしているときに録音されたものです。松岡市議はおととし、市内の公園のフェンスのかさ上げを建設局に要望したときに、気ぃつけて物言えようなどと威圧的な発言を繰り返し、担当者の移動を要求するなどしたとして不当要求行為が認定されています。きちっと話をしました、これで分かりました言うたら、もうそっと黙ってきよ、やってやってくれという話やねん。今自分があってもほらえて電話してたって言わないの、眠かよと言われてまいよんだよと。次回開かれる百条委員会では、松岡市議本人の証人喚問が行われる予定です。